さんあれですよね、なんか特にこうアートを学校で学んだとかそういうわけじゃないと思いますし、はい、まあ、独学で学んだと思うんですけど、まあ、なんかこう今までなんかどういう過程でそのアートの道に入ったのかっていうのをちょっともう一回聞いてもいいですか。はい、最初にジュエリーの勉強をしてて、でそれで、就職したりしてたんですけど、まあ辞めて独立して自分でジュエリーの量産の仕事を取ってやってたんですけど、やっぱあんまりなんていうか面白くなくって、こう100個とかたくさん同じものを作んなきゃいけなくて、でなんか1個だけのものの方が面白いんじゃないかなと思って、スケボーで切ってアクセサリーを作るようになったのが最初で、まだその頃はジュエリーだったんですけど、まあ、ジュエリーから派生してたんですけど、そっからまあなんかポップ用に立体とか作るようになってきて、まあ、で分かんない作業やっぱすごく多いんですよ、木工やったことなくって。だからあのスケーターの友達に大工さんとか塗装屋さんとかいろんな人がいて、大体なんか僕がやってるの見てうまくいってないってすぐみんなわかるんで、すごい教えてくれるんですよ。どうやって塗った方がいいよとか、こういう工具使ったら綺麗に削れるよとか。で、まあそういうの聞きながらやってきて、まあ18年でこれぐらいうまくなったって感じですね。はい。なるほど。まあ、偶像もちろんね、すごいいいですし、あとあの、側尾をこう、なんですか、ヴィンテージの側尾って、はい、結構やっぱり壊れちゃったりとか、はい、その子供の頃使ってるんで、はい、なんかダメージ受けてるものが多いじゃないですか、はい、それをこうハロシさんの作品とミックスすることによって新しく生まれ変わるって、あれすごいいいコンセプトですよ。そのソフビをオークションで買うときに見ると、だいたいボロボロのやつの前にあの激しい死闘の末、あの皆さんボロボロですがとか書いてあるんですよ。もうそれってなんか僕 すごいスケボーと同じだなと思って、スケボーもすごい激しい死闘の末ボロボロになって僕のところにやってきて、でそれをもう60年代に激しい死闘の末ボロボロになったやつを今ボロボロになってるスケボーで直すっていうコンセプトが僕は結構気に入ってて、こう傷ついた者同士手を取り合ってやっぱ形を成した時にすごく良くなるんじゃないかってのは思ってて、だからまあ物としてもすごいあの面白いなとは思ってるんですけど、あのそのコンセプトがとても気に入ってます。あとなんかそのハロシさんなり その基本的な考え方とかルールとかがあったらなんか教えてください。はい、一応そのやりたくないことはやらないっていうのが一通りの、まあ、その守ってるルールにはなってますかね。はい、まあ、あのすごい大好き、まあ、スケートが大好きだと思うので、はい、あのすごい答えにくい質問かもしれないですけど、はい、まあ、あのハロシさんの作品ってスケートの板からできるじゃないですか。はい、そのスケートカルチャーってハロシさんにどういう影響を与えているかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、はい、スケートカルチャーって難しいですよね。なんか僕最初にスケボーに入ったきっかけが、隣の学校のものすごい不良たちがあのスーサイダルテンデンシーズのとブロンズエイジとかを着て、それがまあ割と決まってたから、そうかっこいいなと思って、プラススケートボードだったんですよね。だからそこから入ったんで、まあ当初からスーサイダルとかすごい聞いてたんですよ。だけどそれがなんていうか、スケートカルチャーっていうくくりっていうこと自体にあんまよく分かってなくって、だから気づいたら自分もスケートカルチャーの一員になってるけど、あんまりそこまで意識したことはないですかね。うん、ディテールや資料深さを作品に込めることが重要なのはなぜだと思いますか。一個、まあ偶像を作ってるコンセプトの中であるのは、まあこう触った時に割と気持ちいいとか、うん、食感を結構大事にはしてて、あとまああまり決めて造形しないっていうか、その場その場の答えでまあ積み上げていく方が面白いかなと思ってるんで。どういったところからインスピレーションを得たりします？よく山の中に行くんですけど、そういうところでやっぱりこうなんていうのかな、切り株とか腐ってる切り株とか生き物とか植物とかが一番インスピレーションがありますかね今は。はい、なんか人が作ったものとかよりもそういうものの方がインスピレーションはあると思います今。あとなんか最後に
これからそのアーティストを目指している人に、はい、なんかこうアドバイスとかあれば。僕たちもその18年かけてやっとここまで来たって感じなんですけど、だいたい多分10年ぐらいやらないと結果って見えてこないんですよね。だからきっと大変だと思うんですけど、10年ぐらいは同じ表現を続けて、それが正しいのか正しくないのかジャッジするっていうのは結構大事だなと思ってて、割とみんな1年やってみて良くないとシフトチェンジしちゃったりするから、はい、10年ぐらい続けた方が僕はどんな方法だったとしてもこうどんどんこう尖ってって良くなってくんじゃないかなと思うんで、はい、続けるのが結構大事だなと思ってます。僕もその僕はファッションやってるので、はい、まあ、ファッションとかモードってその半年ごとの流行を楽しむのがファッションとかモードなので、はいはい、まあ、アートってその人の生きてきた人生がアートになるじゃないですか。哲、うん、さんいるじゃないですか。哲さんって僕初めて会ったの多分17、18年前だと思うんですけど、その頃と作ってる服もシルエットもほぼ変わんないんですよ、うん、あれ僕すごいなと思ってて、そのファッションのサイクルから出てるじゃないですか。それが嫌で哲さんは服を自分で作り始めたんで、だからそうやってなんかファッションもアートもそうだけど、その長く続けることでなんか出てくる重みっていうか、そういうものってすごくあると思うんですよね。だからそれを結構大事にするといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。